はい、どうもタクタクです。ハッピーエンドファイナルやっていきましょう。さあ、楓を解放することができるのか。桜はてかどこに行けばいいのこれ。ちょっと待って、こっちかな。あ、違うわ。右かな。これ誰の曲なんですかっていう。え、ちょっと待って、探るかな。スキル探る。向こうに何か隠されている、隠れている。はい、こっち側か。あ、ここね。はい、開いたよ。お、扉が。ゆりさんの念が消えた。よし。お、ひまわり園先に行こう。これ誰の歌なんですかね。お、またここか。で、これはここ、ゆりさんの念を感じる。これまた探るでいいのか。探る。ピアノに何か仕掛けがある。はい、鍵盤が足りない。足りないね、鍵盤が足りないけど、これ多分また探る感じなんだから。探る。はい、どこかに穴がある。穴、あ、ここですね。あ、入り口があったところだ、ひまわり園の。はい、奥に何かある。え、どうすればいいの。これもまたスキル。あ、身体変化か。身体変化。はい、で入ると。お、ミの鍵盤を手に入れた。でもこれじゃ足りないよね、まだね。探るかな。冷蔵庫に何かある。冷蔵庫の下とか。体が小さくて届かない。はい、身体変化。あ、間違えた。身体変化。はい、わかんないよ、これは。これも探るはいい。絵本がある。3匹の子豚、狼と7匹の子ヤギ、2人の旅。372、わかりやすい。372。はい、開いた。あ、よし、これで揃ったでしょう。はい、ミの鍵盤をはめる。あと一つ足りない、ラの鍵盤もはめる。はい、これどうすればいいの。あ、ゆりさんの念が消えた。よし、またここから先を行こう。またか。ここあれだ、楓の家だ。これは紙を拾った。これ探ればいいのか。探る。時計に仕掛けがある。これそれ以上はゆりさんの思念が強くてわからない。はい、針がない。これも結局出られないでしょ、まだ。うん、化粧品と一緒にドライバーがある。お、ドライバー手に入れてよ。ドライバー、うんうん、あ、うん、こういうことね。針をだからつけていけばいいんですよ。針がない。でもあっちこっちに、あー、分身もあったわ。地震、分身、秒針がない。でも秒針は、ちょ待って。秒針はやっぱこっちか。入りたくなかったが、いないよ。ここか。持っている紙を濡らした。え、濡れた紙を手に入れた。え、何使うの濡れた紙。濡れた紙を新聞紙で鏡やガラスを拭くと綺麗になりますよ。そういうことではない。こうスキルかな、やっぱり。時計に、いや、それはね、分かってるんだ。どうすればいいんだろう。火はつかない。あまり、あ、ここか。違う。秒針はいらない的なこと。時、針をつける。はい、時が進む、分身が進む。どういうこと。ごめん、ちょっと分かんないわ。持ち物、濡れた髪。あ、7時30分からライダー。7時30分にしてあげればいいんだよ。7時30分。はい、7時30分。はい、これで操作完了。あれ、
あ、来た、はい、よしよしよし、先に行こう。お、来たわ、最終決戦っぽいわ。どうしても来ちゃうんだね。来ちゃうよ、それは。ゆりさん、前に進まないと。ゆりさんは迷ってる。きっときっと私に触れた時、ゆりさんも私の過去を見た。お互いに過去を、孤独を分かり合ってしまった。私はわがままかな。どうかな。私だってわがままですよ。だったら私の気持ちも分かるでしょ。あ、よく見たら楓がステンドグラスの奥にいたな。お兄ちゃんはずっとここにいるの。邪魔しないで。家族で一緒にいたいと思うことって悪いことかな。確かにこれが楓さんの幸せの一つなのかもしれない。もう聞かんぞと。私もお母さんと一緒にいたいと思う。だから私も過去しか見えなかった。でもその気持ちが強すぎると呪いになってしまう。ずるいよ。ゆりさん、ごめんなさい。お兄ちゃんが目を覚まさないのは私のせいなんだと思う。ここに手を当ててみて。この夢は危険なんだ。一緒に協力して。あんたはなぜ俺を助けようとする。俺は親友だと思っていた奴に騙されて全財産を失った。そいつらも言ってたよ、お前を助けたいとな。あんたも同じ感じだ。あんたもあいつと同じだ。違う。嫌よ、現実になんか戻らない。現実なんて辛いことばっかりよ。辛いことのために生きるのなんかバカみたいじゃない。過去も未来も世界ももうどうだっていい。いい思い出だってあったろう。じゃあ、あなたはそれがあるの？辛いことばかりじゃなかったの？だからあの時、私と死んでいればよかったのに。ユリが、ユリを守ってやらなくちゃいけないだろう。守れたの？お兄ちゃんは私を救えなかったから代わりに他人を救っていただけ。私を救えなかった、自分が許せなかったから。ああ、そうだ、それもある、それもあるけど、これをやめたらお前を完全に失ってしまうような気がして。お前を失ってしまったら俺は一人ぼっちになるじゃないか。楓さん、さくら来ちゃいました。
ここは。私たちが初めて会った場所ですね。そうだっけか。楓さんの過去見てきました。そうか。楓さんに必要なものがなんだか分かった気がします。俺に必要なもの、ちゃんとヒーローしてましたよ。帰りましょう、一緒に。ヒーローか、そんな憧れはもうないさ。でもありがとう。そっか、俺は居場所が欲しかったのか。俺を受け入れてくれる人が、それが俺の希望か。ユリ、すまない。俺は行きたい。こうなる気がした。あの時もっとお前のそばにいてやればよかった。お兄ちゃんが泣いてるの初めて見た。変な顔ちゃんと前向いて。また私の夢見るでしょ。そうだな。さよなら、お兄ちゃん。おお、ちょっとこれスタンディングオベーションじゃないですか、これ。エンディングの作り込みがやばいね、これね。ちょっと今までのね、ファーストからのキャラも全部最後出てきたしだな。これすげえな、作り込みが。で、何人か知り合いではないんですけど、フォローされ、互換フォローしてる人とかもいますけど、フリーゲーム作ってる人とかも結構チラチラ出てきましたけどね。まあ、誰とは言いませんけど。あー、ちょっとびっくりしたな。引き継ぎ用のセーブ。おーこれなんかあるのかな。これで、見た感じもこれで終わりでしょ。はい。というわけで、ハッピーエンドファイナルやっていきましたけど、いや、ちょっとなかなか、ね、ちょっとポロリと来そうなとこも、てか来たけどね、ありましたけど、いやー、さくらの成長のお話でもあり、なんだろう、僕らのね、やっぱ悩みがちなこともね、たくさん作者さんが伝えたかったのかなと。歌入ります。これ楓さんじゃないですか、この声。あ、違うかな、わかんないけど。はい、まあ、いろいろ感想があると思いますがね、みんな同じような悩みを抱えていますので、皆さん強くいきましょうと僕がね、実況者として言える立場としてはそれぐらいなもんです。はい、あとはコメントでちょっといろいろ感想を教えてほしいです。はい、というわけでハッピーエンドファイナル実況していきました。ありがとうございました。すごいよね、小松さん。今回も面白かったです。はい、それではまた次回の実況制作の予定はあるか分かりませんけど、実況じゃねえや、ゲーム制作の予定はあるか分かりませんけど、期待したいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？
チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。